さあ、こちら ISG 石スポーツカスタムフェア、こちら有明会場で生放送でお送りしております。フレッシュ TV こちらの方で全国ネットですね、北海道から九州、そしてアメリカからアフリカからカナダからすべて、こちらの映像をご覧いただけると、と同時にですね、会場内の方にはこの声だけ聞こえているかもしれませんが、スマホで、映像が見れます。そして、どんな人が喋っているか、どんな、商品をどう説明しているかを見たい方はスマホから見てもいいし、こちらの特設会場までお越しくださいということで、スペシャルゲスト2名イケメン2人が揃いました。マイクをお持ちください。さあ、どうもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回は、ノルディカと水野の宣伝ですか。はい、そうですね。おお、まあ、じゃあこちらの宣伝する前に自己紹介をお願いします。カメラ向こうですよ。はい、ICIC スポーツ契約アドバイザーの武田龍です。ノルディカ使用しています。よろしくお願いします。硬っいや、がっちり固めにいこうかな。あ、いいじゃないですか。兄弟揃って最近髪型変じゃね。いや、似てるって言われてんだけど、俺先ね。あ、先ね、うん、OKOK、はい、さあ続きまして、ケイスケ。はい、北海道から来ました、EC スポーツグループの井山圭介です。今回は、ノルディカと水野の商品を、宣伝しに来ました。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあちょっと振り返りますが、技術戦、ね、北海道、はい、ね、北海道熱強かったでしょ。そうですね、北海道の選手強かったですね。いや、北海道に対する熱が強かったでしょ。熱がね熱はいつもよりやっぱり暑いし、うん、やっぱ地元でこう、地元ってこんなにいいんだなって思いましたけど、ね、だよね。まあ、楽っちゃ楽でしょ。あれ家から通ったの。いや、家まで実は、うん、2時間近くかかる。結構かかるかな。まあ、あそこに滞在して、まあね、まあ、でも休みの日なんかちょっと帰ったりとか、いつも行ってるマッサージとか、うん、はいはいはい、する場所も行けたから、留守から、まあ、時間かかるけど。なるほどね。だからなんていうんですか、うん、地元ってめっちゃいいなって思いました。だよね。それを今までずっとさ、長野に行ったわけじゃん、はい、知らないでやってたんですよ、その良さを。ねえ、まあでもそんな北海道、ギャラリーも ファンも多かったね。そうですね、多かったですね、うん、あの北海道を打った時のドカーンっていう、うん、あれはどうなの、うん、上から見てて聞いててよっしゃー、上あのホームって感じ。そうですね、自分で滑る時はあんまりグッと入りすぎて、うん、全く聞こえてないですけど。あ、そうなの、はい、でも、うん、北海道の選手滑ってくる時は、うん、大体わかりますよね。あ、舌がわさわさするもんね。そうそうそう、うん、まあ、そんな北海道ルースで天気も良くてね、雪質も良くて、うん、まあ、長野の、八方でやる大会とは雪質全く違うんだけど、滑りやすかったですか。もちろんそれはもうだよね、はい、だって生まれ育つ、ま、国じゃなくて県だもんね。そうですね、うん、まあ、まあ、そんな、なんかね、大会では2位、はい、4位。ちょっとあともう一個やっつけなきゃまずいのが何人かいますよね。そうですね、うん、まあ、もちろん来年も一応留守でやるということで決定してると、うん、はい、もちろんまた返り咲く自信と勇気とパワーはありますね、はい、もちろん、はい、はい、絡みづらくしてるでしょう。いやいやいやまあまあ、そのじゃあ技術ネタは、マテリアルとウェアの話を終えた後、またちょっと裏話突っ込まさせていただきましょう、はい。さあ、それでは板の方をご紹介お願いします。じゃあ板を持ってね、この膝元に置いてもらうと、はい、あの器ですね。もう板といえばもう武田龍ですから。板といえば武田龍、もうスキーのこう説明といったらもう武田龍です。なるほど、はい、だいぶあれですね先輩、ハードルがお高めな感じでちょっと逆ですよ。失礼しました、うん、こっちの方がいいね。失礼しました。 OK、 これもっと上上げようかな。じゃあこっち持ってよ。はい、じゃあこれでいきましょう。はい、このスキーは SLR といって、うん、基本的には小回り、ゲレンデの中での小回り用の板になるんですけども、うん、まあ、大体、小回りからミドルターンをメインとして使うんですけど、うん、まあ、このスキーは大体、まあ、ノルディカのスキーって特徴というと、うん、スキーのトップがすごく、噛みやすいというか、うん、ターンの、その角付けしたとこですごく噛んでくれるので、うん、
その後オートマチックにターンがしやすいので、そこがまあ特徴だと思って僕は滑ってるんですけど、まあそのトップがしっかり捉えてくれて、大体まあテールまで綺麗に抜けるので、そういったところをこうたわみによってさらにそれが引き出せる。なるほどね。僕板初めて見ました、この角度で。あ、本当ですか。すごい繊細ですね、はい、マッスルさんってスキー選ぶときってどこ一番最初に見ます？色、デザイン。ちなみに女性はどこ見ます一番？もちろん足首。足首から行く？え？マジですか？初めて会う女性、ね、うん、女性足首見るんですか？足首まず見ないと、うん、もう足首 見ないで上からダメ。そうだ、絶対嘘でしょ。絶対本当です。だってスキー場で、うん、おどうもなんて言って綺麗な人来た時って足首、うん、難しくないですか？いや、じゃあブーツ脱がすもん。冗談っていうか、ごめんいや、ケイスケは、はい、女性を見た時、はい、腰とかくびれっていう風に言ってほしかったんでしょ？違いますよ、僕は顔なんですけど。いや、一番最初みんな顔だと思うんですよね、女性。いや、違う。絶対足首、うん、足首と手首を見てから。手首も それ見てから合格ってから顔を見て、あ、完璧と、うん、そうなんですけど、うん、まあ僕は顔なんですよ。まあ顔でもあるよね、はい、もちろんそれはもうそうなんですよ。で、うんうん、やっぱ履いた時の、うん、このトップの、あー、分かる、雰囲気あるじゃないですか、うん、でも僕らの最近顔つきいいとか、うん、ちょっと顔つきちょっとこう鋭いねとか、うん、っていうなんかね、スキーテストとかやってると、うん、なんか他のメーカーの板履いたりとかするときに、うん、まあみんなやっぱり一番最初そこ気にするんですよ。僕はそうなんですよね。履いたときはそれ見るよ。履いたときにはこれどんなスキーかなってまず、うん、見るじゃないですか。あのゴルフのクラブのヘッドとしてね。そうなんですよ、うん、まあゴルフから、まあ、そういうことですよね。ゴルフからパクったっていう話なんです、うん顔だよね、まあ、構えやすいとかね、うん、こう乗った時にこう滑りやすいっていうのはもうトップの形すごくいい。これね、 SLR で特になんか僕すごく好みの、うん、この顔がね、好みなタイプの、うん、あ、こっから見るとやっぱいいや、なんかいい顔してますよね。あ、なんかドライバーで言ったら300ヤード行きそうなぐらいな、なんか自信がつく顔だね。鋭いターンしかできないんじゃないかっていう。なるほど、安心するし。おー、分かる。でもう一つこ あのワールドカップってあるんですよ、うんうん、SL、はいはい、もうちょっとこう僕ら技術戦なんかハイスピードの中でね使えるようなスキーなんですけど、うん、こっちちょっとスピードがこう遅くても簡単に曲がれるスキー、うん、まあやっぱ顔で判断する、はい、プラス滑りがよくいい滑りをする板かもしれないけど顔がダメだったら嫌だっていうタイプでしょ。いや、そういうことないんですけど、まあ、第一印象はすごく良くて、うん、滑った中でも、まあ、本当になんていうの、体にも雪にも優しいから性格もいいっていうスキーですね、うん、おー、はい、で、足首見るのは最後。そうですね、うん、俺絶対足首だな。龍はちなみに、え、龍は女性見るとしたら顔でしょ。顔、やっぱりトップの形が大事ですよね。そう、まあ、スキーで言ったらスキーの顔だな。スキーの足首ってどこなんですかね。そこに置き換えるとか、そのこの話題は別に引っ張んなくていいから。マッスルさんのスキーの足首はどこなんだ、ね、足首どこなんだ、ね、やっぱりね、この辺テールの部分、テールのここからこのヒュッていく、この、はい、ここがボテーっとしてるのはなんか苦手。あ、なるほど。ドラえもんとかさ、サリーちゃんみたいな感じで、これスッとしてるのはおっとって感じですね。あとそっちの上のスッていうのは手首、おっとって感じです。なるほど、深いね。深いよ。あ、でもこれすごくスレンダーに感じます。そうですか。おー、へー。じゃあこれもうちょっとうん、ボテッとしたスキーも持ってください。はい、あ、ほらちょっと無理っていうのが出てきた。これ2本ともこれ僕の中ではケイスケの言う、顔と足首で言ったらちょっと3番目4番目に落ちてちゃ う、ね、 これ、うん、これね、スピードマシン、これはでもなんか強そう。これね、うん、センター幅が80ミリあるんですよ、うんうん、だからこう、まあ、ちょっとこう柔らかい雪の中でも、うん、例えば春とか、うん、まあ、新雪とかの中でも、うん、足元がすごくしっかりするんです、うん、80あるから。あ、でかといって、じゃあ、うん、90くらいまでの幅じゃないから、うん、ある程度こうターンしやすいタイプの好きになってるんで。86? 80いくつって今80です、センター80ね、うん、ええ、80だ、なんとか許せるかなと。そうですよね。90って聞いちゃうと見る前から触る前から無理っていうぐらい。そうですね、それぐらいまで。いや、もう一般スキーはそういうとこです。
まあそうですよね、うん、だからなので春とか結構足元動く雪になってくる結構難しいじゃないですか、うん、踏み外したりとか、うん、なので、まあ、かなり安定して滑れるんで、うん、僕がこうなんだろう、まあ、技術戦とかでは実際こう使うには少しちょっと幅広すぎるんですけど、うん、フリーとかで滑る分にはすごくいいスピードだなって。なるほどね。これ技術戦で履いたりしないの？技術戦履くともうちょっとこうターンスピードを上げなきゃいけないんで、うん、なのでもうちょっと強い張りの強いスキー、ワールドカップっていう。じゃあフリーで遊ぶときはこんな感じでね。フリーで遊ぶときはもちろんこういう感じのスキーがいい。なるほど。そう、龍はこれをどういうふうに解説していきますか？まあ今言った通りですかね。はい、ありがとうございます、はい、この顔もいいんですよ。ぜひね、顔を見に来てほしいですね、ノルディカの。ていうかこれあれだな、スキーの板を買うときにスキーの板を立ってる状態で見るんじゃなく下に置いて、はい、足を合わせて上から見た方がいいかもしれない。あ、それ結構やりますね、僕ね。あ、やるんだ、はい、へえ。なるほど、顔の良さね。うん、なんか言ってることは分かります、はい、じゃあダメな顔ってあるの？例えば。いや、ダメな顔っていうのはないんですけど、うん、ちょっと苦手だなっていう顔もある、うん、それはなんかあれだな、人それぞれによると思うんですけど、うん、あのなんか直角上が上に行って直角になってるやつあるじゃん、なんか、はい、ヘラみたいな、はい、あれちょっとあの顔は苦手だなとかあるでしょ。なんかまあでもなんかこれ苦手っていうよりはこれなんかすごく収まりいいなっていうスキーはありますよね。そのノルディカの中でも、あ、このスキー今年のこのタイプのスキーってすげえ収まりいいなとか、なんか何がいいってわけじゃないんですけど、うん、収まりがいいかいい、うん、なんか感覚だよね。目に入る、スーッと入ってくるっていうか。これは何、ケイスケが注文してんの？こういう顔にしてくれとか。いや、そこまではないんですけど、うん、一応マイブーム、最近のマイブームが顔だって言われて足首じゃねえと顔つきどうにかしてくれっていうよりはやっぱターンするときもう少し後半強い方がいいとか、入りもう少し柔らかい方がいいとかっていうのは注文しますけど、顔はね、しょうがないな整形してくれまで言われて昔ほらレーシング用でさ、なんか先っぽになんか尖ってついてたじゃん、はいはいはい、牙みたいなやつ、あれは顔的にどうなの？あれはなんかもうあれじゃないですか、もう見るからにこう性格が強そうですよね。ですよね、行くしかねえって感じだよね。やっぱ顔だな、うん、あ、なるほど、はい、顔、足首じゃねえぞと。さあ、もっとほら顔が、顔はいいのかどうかわかんないけど、いや、でもやっぱり雪が多い北海道で滑るなら欲しいなっていう一品が出てきます。そうですね、うん、やっぱここ最近ファットスキーというか、うん、ファットスキーとこう普通のって言ったらカービングスキーにこう近いスキーがすごく人気があって、はいはい、でこのスキーはセンター幅まあ90ミリからまあ89ミリのスキーなんですけど、うん、これももうセンター見てもらって分かるように結構いい感じのくびれがあるんですね。あります、ありますよね。これね、正面からじゃなく後ろから見るとすごい、そうそう、やっぱ足首はかかとだよね、でそこのちょうどいいこうマッスルさん好みの、うん、センターがこうなんてキャンバーがしっかりこう張りがあるっていう、うん、だから左右前後にこうくびれがしっかり取れてるっていう。あ、これはね、なんか靴下を脱がした時の足首って感じ。そうですね、今驚いた。そうですね、この状態から、あ、これ無理と思ったけど、はい、すっとね、おっていう、うん、だからどっちかというと GT のスピードマシン、さっきのスキーの80よりは、うん、マッスルさんがのこうパワーとスピードで滑るのはこっちのスキーの方がいいと思う、はい、なるほど、はい、やっぱこういう板を履かなきゃダメなのかね。こういう板履いちゃうとすごいモテちゃうと思います。多分モテちゃう、モテちゃうから、うん、ほどほどにした方がいいかもしれないですね。そういうこと言うなよ、すっごくうまい今のうまい履きたくなってきちゃうもん。そう、ほどほどにした方がいいと思います。あ、僕はこれこの板を持って歩いてもおかしくない。いや、もうこれぴったりだってますね。この3台の中で一番乗ってて楽しいんじゃないですかね。なるほど。でもあれ、ケイスケとかさ、リュウが滑ってるような滑りもできる？できる。求めちゃうんだよね、滑ってる時に、ね、ケイスケとかが滑ってる映像を思い出して同じような格好したくなっちゃうんで、スキーやって。まあでもこう今技術戦の DVD 流れてますけど、結構ねコース整備の方で頑張ってくれて、うん、説明の状況結構いいんですよ。おで崩れないでずっとこういい条件保ってるから、うん、ある程度こうカービング、鋭いカービングできるんですけど、うん、実際毎日こういう状態じゃないですよ、トレーニングしてる時。そうだよね、すごい雪降ったりとか、うん、柔らかい日もあるんで、うん、だそういう日はねこういうスキーの方がいいんじゃないかって思っちゃうよね。そうですね、なんかね浮力感じたいからね、うん、どうしても柔らかかったり、うん、雪のバーン状況悪くなると刺さっていっちゃうんで、うん、そういった時にね
技術性もあんだけ雪降ればこれで出てもいいんじゃないかっていう思う時もありますよね。一回トライしたことありますよ僕。技術性で、うん、練習で、練習ででもやっぱりね、うん、無理があったそういうことね。やっぱり動きの幅が一気に狭くなるというか。あ、そういうことか。技術性に対してはね、うん、でも技術性以外であれば、スキーの楽しみの幅は広がるでしょ。そうです ね、なるほどね、うん、なるほど。これ結構高いの？いや、ね、これ金具とセットで8万5000円くらい。あ、お手頃だ。だマッスルさん帰りにこう注文していただいて。いいね、3本ぐらいで安音で買っちゃおうかなっていうかね、スキーのね、このコンセプトっていうかなぜスキーをやってるかって、今選手はゴール向けてやってるじゃない、ええ、上位クラスはいいんだけど、はい、もう一般の人間は目標と目的がないのよ。あ、行って2本3本気持ちよく滑って、うん、ビール飲んでっていうのももちろんスキーだけど、うん、せっかく行ったんだからたくさん滑りたい、うん、せっかく行ったんだけどたくさん滑りたいけど何を目的に滑っていいかっていう困惑してきた、うん、これがお昼がちょうどあるから、あ、もういいや、この辺でお昼ご飯食べようで一回自分をブレイクさせるのね、うん、で食べた後にさあ滑るぞって1本滑るときに雪が降ってきたらもうやめようと、うん、何度にスキー場来てるんだろう、うん、じゃあ温泉入って早めにご飯食べようかな、うん、これが一つのパッケージなのね、でも今ここに来てるお客様たちはいろんなファンの、ね、選手を追っかけて、うん、でじゃあ追っかけるだけじゃなく自分の向上していこうっていうのもあるけど、そこから先なんかチャレンジする場所がなかったらやめてっちゃうんじゃないかなって思っちゃうぐらい、うん、俺僕は第三者で見てるんですよ、はい、だからアマチュアの技術戦じゃないけど、うん、アマチュアの大会もっと増やしてあげてやっていくべきじゃないかなと、うんうん、僕最近、ゴルフを始めて、うんうん、でこの間元じゃないか、まあ元選手の人、うん、今プロゴルファーで今も活躍されてるんですけど、うん、まあ、大会で出てなくてその人にゴルフ教えてもらったんですよ、うん、それからすっごいゴルフ面白くなっちゃって。だそこなんだよ。だからなんだろう、あれってもっと、ね、追求しちゃうしちゃうんですよね、うん、で例えばまあ僕らプロゴルファーじゃないし、うん、いや言ったって自己満足の世界でやってるんですけど、うんうん、まあ、やってても僕なんかスキーなんかは次の一本が人生で最高の一本になるようにっていう気持ちはまだあるから、うんうん、その練習でも、うん、大会でもそうなんですけど、うん、それに近い感覚に、この間初めて教えてもらって、うん、なったから、ぜひ僕たちのレッスンに来てほしいなっていう。そこですよ、やっぱりスキーだけじゃなく違うスポーツを体感して、はい、同じ気持ちになれるならスキーはもう同じ考えになってほしいっていうことだよね、はい、本当その時にもうゴルフでも感動したし、自分でやって、あ、これってこういうふうにできるんだって。だからそれを感動をね、僕らはね本当に与えてあげれるような日々の努力も必要だなと思いましたしね、うん、まあ、僕から思うと、もうノルディカさんもねすごく一生懸命お客様に向けてのイベントをやったりしたりやってますけど、ええ、はい、まだまだ情報が拡散されてないから、うん、いやそこ行って何があのなっちゃうんですよね、うんうん、あとフェイスブックでアトパブで見るんですよ、うん、ああ楽しそうじゃん、うん、なんでもっとお前事前に知ってあっち行く途中に寄ってってよとかね、うん、そういうなんか余裕がある拡散方法があれば、そこに行ってね、違う板履いたとしても履かしてもらえるとか、うんうん、ノルディカだけの方が集まってると、ノルディカの方板を買った方々が集まっているところにロシニオとかサロモンの人が行っていいのかなっていう、うん、みんなね一応なんか心配心あると思うよ、うん、あー、なるほど。全部が今後の市場化やったら別にいいのよ、うん、でも乗る順番ってきっとね決まってるんだよね、うん、じゃあこれからあれじゃないですか、右左セットではないで、うん、右例えばロシニョール、左ノルディカっていうような販売方法もありかもしれない、うん、そうだね強引だけどね、強引だけどね。ジョイちゃん友達で買って一本ずつ交換するとか、うんうん、いやでも俺この間思ったんですけど、本当ジガーあるじゃないですか、うん、ジガーのテスト今年初めて行かせてもらって、うん、そのプロスタッフの方が、うん、右足小笠か左足そのノルディカとか、うん、右サラモン左、うん、アトミックとかやってる人いたんですよ、うん、その方がね違いが分かるって。それすごい分かりやすい。でこれまあ1本ずつ、うん、その右左変えて、うん、本当に滑ってたんですよ、うん、すげえと思って、うん、これやっぱ本当にあるんですよ、ね、分かるな。右プロだなって、うん、それプロだよ。その味が分かるかだもんね、うん、はい、この料理甘いって出された時にこれとこれどっちが甘いっていうのと一緒だよな、はい、あ、分かる。最初ふざけてやってるのかなと思ったらいいですねって話が来たら真顔でいやこれが一番分かるんですって。わ、石井スポーツのプロスタッフは本当のプロだと思いました。あ、それ面白いかもしれないね、はい、どんどんそういうのをさ一般の方に伝えたいよね。そうですね、うん、だから本当この展示会も雪が横にあった方がいいよね。注文したやつを目の前で滑れるとかね。そうですね、うん、冬にやりますか。あ、でもなんかさっき言ったけど板の需要が間に合わないんだって。うん、シーズン中に
乗れる板がたくさんできないから、もう 今ちょっと前から生産してさ、うん、シーズン中に間に合えばいいんですけどね。そうですね、まあいろんなメーカーの事情もありますから、はいはい、さあそして水野のウェア、はい、私も着てますけど、どうですか。いや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 、あのね、派手、いつも。あとね、一つ言えるのが派手というのと、水野安心するんだよね。そうなんですよ。あ、水野ですかっていうふうに見てくれる、はい、ここです、うん、これすごいでしょってやらなくても、はい、なんか安心、なんていうの、なんていうの、守り神を背負ってるような、ほんと言ったことわかります。わかります、うん、この上は僕、技術戦で着てたやつなんですけど、これもなんかちょっとデザインが斬新だけど、これ何を意味してるんですかね。あのね、僕、まあ、どっちかというとそのデザインはもうデザイナーさんに任せて、うん、まあ、僕らがこうデザインの話をするとこう、もう どうしようもなくこうど素人の話になって全くこう言えないんですけど、うん、でも機能的にはこう僕こういう風にしたいとかっていうのがあるんで、ここのチャックをちょっと開けていただいてほしいんですけど、うん、こっち白い方、はい、これはね、すごい、これちょっと広くなってて、これ画期的で、僕あのネックウォーマーとか北海道特に寒いので、うん、結構こう厚手のやつしたときに、これ開けると、広くなるの、広くなるので、チャックが上にまで上がんなかったりして寒い思いしたんで、うん、ここちょっと調整できるように、うん、これすごい小顔パワーだよね、はい、これすごくいいんですよ。俺もここ開けとくとカラーの差し色があって、はい、顔が隠れるイコール、はい、ちょっと顔がちっちゃく見えるとかね、はい、色の技が使える、まあこれなんかやっぱりあのスキーヤーに優しいデザインですね、はい、うん、でまあ胸のポケットもそうですけど、うん、胸のポケット、はい、ここはもうちょうどよくこう、うん、スッと、そうスッと入る位置にあるんですよ、はい、まあ、あと強いて言えばあのズボンのポッケがもうちょっと斜めになってほしいなっていう。そうですね、で、あんまり僕ね、ズボンのポケットに物をあんまり僕は入れないんですよ。あ、そっかそっかそっか、なんか足の動きはちょっとこう制限されるというか、なんか感覚的に嫌だから、なるほどね、なのでここに入れるか背中のポケットに入れる。あ、背中のね、これね、はい、まあいろいろと水野はね、他にもウェアございますし、はい、ぜひこちらもコーナーの方に行って。龍は水野着てんの？僕はデサントです。あ、そっか、デサントはさっき紹介したから水野着てんだな、はいはい、まあでもちょっと安心できるブランドですよね。そうなんですよ、まあ、井山さんといえばね、ここに携帯入れて、うん、後ろのポッケにビデオ入れてね、そうで、我々二人でいつも滑ってね、結構ね、龍と一緒にいる時間は僕多くて、いつもビデオ撮り合って二人でやってるんですよ北海道だから北海道だからそっかそっか、まあそんなですね、水野のウェアを着た井山圭介、今年は第2位、後ほど技術戦の特集あるんで、はい、それを詳しくと、はい、で、龍君は、ノリディカの板を履いてデサンドのウェア、はい、あ、そっか、板は圭介ノリディカね、はい、うん、まあそんなですね、2人の特集でございましたけど、ぜひ来年は頑張っていただきたいと思います、はいはい、ところで龍って技術戦何位？4位。あ、じゃあ後で来るんだっけ、またそうです、そうです、あ、じゃあその時また技術戦の点にさせてもらいましょう、はい、はい、それではお送りしました、水野スキーウェア、そしてノルディカの、スキーの板ご紹介いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。